日本海に面して南北に伸びる美しい石川の海。石川県金沢市には夏が近づくと、その海岸の砂丘地に緑の絨毯が現れる場所があります。ここでは砂丘地ならではの環境を生かして、金沢が誇る夏の味が栽培されています。それが金沢スイカ。水はけのいい砂地で作られたスイカは、シャキシャキとした食感と高い糖度が自慢。10個ぐらいは買いたいです。もうスイカ大好き。今日は何個買われるんですか？11個。どんなところですか？いや、甘みはね、シャキシャキとした。日本の夏、スイカの夏じゃないですか。年々評価が増している金沢スイカは、若手が中心となり作っています。日本一とはまだまだ言われてないんで。そう言われるようになりたいですね。美味しいも作れば、消費者も嬉しいですし、作ってるみんながやっぱ笑顔になれて、いい笑顔のサイクルっていうか、みんなが喜べるスイカになると思うんで、そういうのを続けたいなと思ってます。暑い夏、熱い思いで金沢から笑顔を届けます。午前4時半、金沢スイカの畑ではすでに作業が始まっていました。この畑を管理するのは山森敦さん40歳です。なんか天気怪しかったけど晴れてよかったですね。朝早いですね。まあでも明るくならないと見えないんで、明るくなってからですけど、ね、夏の暑さを避けて収穫は比較的涼しい朝と夕方のおよそ2時間で行います。収穫の時期によって色分けした棒をスイカのそばにあらかじめ立てておきますが、本当に収穫の基準を満たしているかは見て触ってプロの目利きが必要です。山森さんの畑だけでもピーク時には朝と夕方合わせて1日1000玉を出荷します。それを見極める作業はスイカを運び出すアルバイトさんが来る前に終わらせておかなくてはならないので、朝は夜が明けきらない時間からの作業となるのです。作業の合間のご褒美はもちろんこれ。シャキシャキとした食感とみずみずしく甘いスイカは夏の疲れを癒してくれます。食べてください。食べて食べて、あれ、どうですか？うまい。金沢市内でスイカの栽培が盛んになったのは昭和30年代中頃から。海岸に近いこの辺りは朝晩の寒暖差が激しく、作物がおいしく育つと昔から農業が盛んでした。中でもスイカは夏の味の代表格。市内には59軒の農家が106ヘクタールで年間およそ80万玉を出荷します。全国的にも評価は高くなっていて、関西や関東など全国に出荷しています。
金沢スイカには厳しい出荷の基準があります。そのため生産者は収穫を控えた畑からスイカを持ち込み、色合いや糖度、食味などが基準に達しているかを必ず事前にチェックします。 13.8 すごい。メロンうん、的にどれぐらいなんか、まあ、11度ぐらいあれば美味しいと言われてます、うん、でも平均結構高いですね。そうですね、まあ、切ってると12度とか13度とか、それも7キロぐらいで出てるんで、まあ、市場で回ってるのは8キロぐらい多いんで、まあ、今年は安心して出せます。山森さんは去年から金沢スイカの部会長を務めています。高い評価を得ている今だからこそ緊張感を持ってものづくりをしたいと考えています。今の評価落ちるのはすぐだと思うんですけど、まあ、それをキープしていかないと、まあ、産地続かないんで、緊張感もありますし楽しみもあります。熊本とか鳥取とか、まあ、千葉とかね、有名な産地いろいろありますけど、こちらは 量では勝てないんです、面積では。でもやっぱこの品質で勝負じゃないですけど、どのスイカ食べても美味しいよっていうのが金沢スイカの売りなんで、そこをしていきたいなと思ってます。コロナ禍の今、いつも以上に産地の力が試されています。今年は新たに畑からインターネットで消費者とつなぎ、農家がその指示を受けてスイカを収穫するオンライン収穫体験という試みを行いました。そんなチャレンジ精神はこの産地の強みです。金沢市のスイカ部会は代々20代から40代の若手が代表となり産地を引っ張ります。高齢化が進み担い手が減っている他の産地と違って、新たな担い手がどんどん生まれています。若い人を中心でやってるし、産地の先輩方も若い人が決めたことを尊重してくれるし、アドバイスにしてくれるし、ほんで隠し事ない、自分みんなで教え合ってみんなでいいもの作ろうっていうことなんで、それが年々やっぱいいもん作ってるねって市場から言われてる一つの要素だと思います。ここは砂丘地、砂地で作ってるのが中心なんで、この水はけがいいっていうのと、まあ、寒暖差がある、ほんでまあ生産者皆さん真面目なんで、本当においしいスイカができるっていうのが他と違いますね。そうです、やっぱり気持ちの部分で違いますね、うん、熱く語る山森さんですが、実は若い頃は家業を継ぐことに少し迷いもありました。しかし短期留学した海外でこの道は決して間違っていないと確信したといいます。まあ、ここ田舎やし、その農家ってなんかダサいとかきついとか汚いとかってイメージだったんですけど、海外の時に農家っていう話してたら、すごいかっこいいねって言われて、自分の第一産業じゃないけど生活に根付いとる、うん、自分の力で生きとるみたいな、うん、農家は毎年1年生。そう言われるように天候に左右されるため、もちろん苦労はあります。それでも作物は愛情をかけた分だけ返してくれる。その努力が報われる夏が楽しみで仕方ありません。すごい詰まった音しますね。そうですね、これ詰まってます。今年美味しいです、最高にバッチリ。7月上旬、 JA の販売所で金沢スイカの特売会が開かれました。いつもの年なら試食会などを開いて盛況に行いますが、コロナ禍でもありイベントは行いませんでした。それでも夏の味を求めて大勢のお客さんが訪れました。10個ぐらいは買いたいです、うん、もうスイカ大好き、
ど、10個買って どういう風に、いや1週間に1個は食べます。これとじゃあこれは毎日毎日今日は何個買われるんですか。11個。この金沢スイカのこう魅力ですか。すごく甘い。この日は密集を避けるためドライブスルーの販売所も設けられました。はい、どうもありがとうございました。やっぱりここと違います。やっぱりシャキシャキしてんじゃないですか。日本の夏、スイカの夏じゃないですか。初物ですから。楽しみにしていたから。この日は山森さんも販売所に出向き、久しぶりに消費者の笑顔に触れました。直接ね、見れて嬉しいですし、ありがたいですね、うん、励みになりそうですか、この後、うん、そうですね、うん、目いっぱい出していきたいと思います。美味しいも作れば消費者も嬉しいですし、作ってるみんながやっぱ笑顔になれて、いい笑顔のサイクルというか、みんなが喜べるスイカになると思うんで、そういうのを続けたいなと思います。で、日本一とはまだまだ言われてないんで、うん、そうですね、やっぱそう言われるようになりたいですね。金沢の夏の味、金沢スイカには生産者の熱い思いが込められていました。